甘いものは火のね機能を改善しますが、砂糖やアイスクリームなどを安易に選ぶのではなくて、人参などの甘みのある野菜とか豆類、雑穀など食べるようにしてください。顔を見ればわかります。翔子のビビッドな日常、テコ入れスタート。一緒に大人綺麗、全方位美人目指して頑張りましょう。ぜひチャンネル登録して最後まで見て、一緒に綺麗になっちゃいましょう。本日は老けないために私が大切にしている欲してる味覚と体質の関係についてお話ししていきたいと思います。突然ですが、今皆さんは塩辛いものや甘いものなど、どんな味の食べ物を食べたいって思っていたり、よく食べる習慣がありますか？東洋医学では食物を甘い、酸っぱい、苦い、辛い、塩辛いの5つの味に分類して五味と言います。この五味は肝、心、脾、肺、腎の五臓と深く関係していて、五味の中でどのような味覚が現在欲しているかによって自分のね体の状態を知ることができます。今回は欲してる味覚と体質の関係が分かると一生老けない、体もお肌も見た目より年齢より10歳差がつく若返りの習慣についてお話ししていくので、普段の食生活の参考にしてみてください。参考になったよっていう方はコメントで教えていただけると嬉しいです。まず、五味の中でどの味覚を欲していると、どのような体質に当てはまるかっていうのをお話ししていきたいと思います。一つ目は甘み。甘みを体が欲している場合は、五臓の中で脾、つまり胃腸が弱っている可能性があります。脾は食物から栄養を吸収して水分の代謝を司る臓腑なんですけども、甘みはこの脾を補って胃腸の調子を整える効果があるため、体がこの味覚を欲してる時はこの脾の機能が弱まっている可能性があります。次に2つ目、酸味です。酸味を体が欲しがっている場合、五臓の中でも肝、つまり肝臓が弱っている可能性があります。肝は血の貯蔵と解毒、ストレスの解消など司る臓腑なので、酸味は肝の働きを助けてストレスを緩和する効果があるため、体が酸味を欲している場合は肝機能が弱っている可能性があります。疲れるとちょっと酢の物とか食べたくなりませんか？で、次に3つ目、苦味です。苦味を体が欲している場合は、五臓の中でも心で弱っている可能性があります。心は血液を全身に巡らせる役割を補っているので、苦味は心を落ち着かせ、不眠や動悸を改善する効果があります。そのため苦味がね、体が欲している場合、心の機能が弱まっている可能性があります。私もね、よくね、疲れるとこのね、体が熱くなって疲れるとゴーヤ食べたくなったりします。次に4つ目は辛味です。辛味が体が欲してる場合、五臓の中で肺が弱っている可能性があります。肺は呼吸によって体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する役割を補っていますが、辛味は肺の働きを活発にして風邪予防とか咳止めの効果があります。そのため辛味が体が欲してる場合は肺の機能が弱まっている可能性があります。最後に5つ目は塩辛さです。塩辛さは甘味とも言うんですけども、甘味を体が欲している場合、五臓の中でも腎が弱っている可能性があります。甘味は腎の機能を補ってむくみや腰痛を改善する効果があるため、甘味を体が欲している場合、腎の機能が弱っている可能性があります。次に、そういった求められている味覚によって分けられる体質別に気をつけるべきことをお話ししていきますね。まず、脾が弱っていて甘みを欲している場合、脾虚という状態に当てはまります。甘いものは脾のね機能を改善しますが、砂糖やアイスクリームなどを安易に選ぶのではなくて、人参などの甘みのある野菜とか豆類、雑穀など食べるようにしてください。また脾虚の人は冷たいものや生ものを食べると弱っている胃腸がさらに弱まってしまって、極力避けてください。スープを中心とした加熱した温かいものを口にするように心がけましょう。私は疲れたり太ったり老けたなって感じると、東洋医学で基づく食材を組み合わせて切って煮て煮込むだけっていうことで、大量に作って食べて不調を改善しています。こんな感じ。
はい、次に肝が弱っていて酸味をね体が欲しがっている場合、肝虚っていう状態に当てはまります。この肝を養う酸味のある食べ物としては梅干しとか柑橘系などおすすめです。また肝は血の巡りとともに密接している関係で、血行を良くするためにサバ、牛肉、山芋など食材をね積極的に摂るようにしましょう。さっきのねスープに黒酢をね加えるとあっという間にカバーできます。はい、で次に心が弱っている場合は苦味を体が欲しがっている場合、心虚っていう状態に当てはまります。心を養う苦味のある食べ物としてはセロリ、パセリ、春菊、ね、大根の葉などおすすめです。夏だったらね私ゴーヤチャンプルが欠かせません。またこれらの食材を同様に苦味のあるものとしては緑茶とかコーヒーなども当てはまるのですが、緑茶とかコーヒーにはカフェインが含まれているので取りすぎや寝る前の摂取は避けるようにしてください。次に肺が弱っていて辛味を体が欲してる場合っていうのは肺虚という状態に当てはまります。肺を養う辛味のある食べ物としてはネギ、生姜、わさび、唐辛子、胡椒など挙げられます。また山芋、レンコン、白キクラゲ、ユリネ、梨など白い食べ物もね肺を補う食べ物としておすすめです。なので私はしっかりキレイ茶を飲んだりしてね食べたりしているのでちょっと安心です。最後に腎が弱っていて甘味を体が欲しがってる場合っていうのは腎虚という状態に当てはまります。黒豆とかね黒ごまとか黒い食材はね腎を養ってくれるし、腎を養う、ね、甘味のある食べ物としては昆布とかわかめとかひじきとか海苔とかね味噌とかスルメイカとか漬物などおすすめです。また他には腎虚に対して大豆、栗、豚肉なども有効なので腎虚タイプの人は積極的に食事に取り入れてみてくださいね。はい、本当にね食事ってすごく大事です。今食べたものが今自分を作っている、これすごくちゃんと食生活をねしてると自分が足りてないとこ、疲れてるところね、弱っているところっていうのが食べたくなって、それが分かるとうまく回っていくんですけども、インスタントものであったり添加物いっぱい食べてたり食べ過ぎてたりすると何を食べたらいいのかっていうと味の濃いものになってしまうんですよ。でそうすると今のものが当てはまらなくて、好きなものを好きなだけ食べてると肌が汚くなってしまったり体が不調になってしまったりします。なのでしっかりね自分の不調が気づけるようなようになると、おこれは何を食べた方がいいんだとか、女優さんがいつも自分のね体に効いてみたものを食べてるんですって結構ね全方位美人のねイベントやった時に女優さんが来ていただいた時に、美容にとって何を食べてますかって言った時に、体にね効いて体が欲してるものを食べますと、そういう風に言えるとずっと皆さんのように綺麗になれるので、皆さん一緒に頑張っていきましょうね。私もちょっとたまにね暴飲暴食をしちゃうと分かんなくなっちゃったりねなっちゃうんですよ。なのでしっかりねまた元に戻しつつということで、一生懸命ね私もいろいろやってますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。また次の動画でお待ちしてます。